はい、お疲れ様です。ということで、週に一度の経過記録ということで、撮影をしていきたいと思います。今日で装具が外れて丸5週ということで、今週1週間非常に良かったですね。この動きですねが、まあ、ちょっと痛みが少しある中でも、1日たりともこうできなかった日が今週1週間に関してはなかったので、このまま順調にいけばいいなというふうに思います。で、今ちょっと試しにですね、なんかこういうクロールのような動きもやってみたんですけど、今までこう肩を回すっていう動きがどうしてもちょっと無意識的にというか、なんかあまりしたくないというか、なったんですけど、なんかせっかくなんでできるかなと思って、なんかこうクロールっぽく肩をこう腕を回したらですね、なんとなくこうできるので、やっとこう全方向っていうんですかね、まあ肩の動きに関しては、まあほとんどできてきたのかなと思います。で、自重というか自分の腕の範囲でですね、こう動かす分にはほとんど問題ないんですけど、何か手にこう負荷がかかるとかですね、そういった時にはやっぱりこうほんのちょっとの負荷のはずなんですけど、ちょっとズキッとやっぱり来るんですよね。なんかその部屋の引き戸ですとか、こうスライドをするような動作ですと、まあ、特にこっち側ですかね、外からこう内側にこう引く時にはやっぱりこうグツッとこう痛みが走ったりですね、こう内から外にこう動かす動きもやっぱりこうピキっていう感じで、まだ痛みが出てるんですよね。まあ、あとはちょっとこう持ち上げる何かを持つっていう時も、まあ実際には持ってないんですけど、何かふとしたタイミングというか、ふとした場面でなんかこう物を持って持ち上げるみたいな、ちょっとやってしまう時が無意識でちょっとあるんですけど、その時もやっぱりこうグッっていう感じで、ほんのそんなに4キロも5キロもそういう重さではないんですけど、なんかちょっとしたタイミングで、まだそういった痛みっていうのが出ますね。日中こう、フルタイムでこう動くってことはまだまだちょっと難しくてですね。で、動画だと、画像だとちょっと分かりにくいんですけど、まあ、こう鎖骨の末端っていうんですかね、この辺りがなんか調子が悪い時とか、なんかこうなんか骨の関節の収まりが悪いなっていう時は、ここがもうボコっていう風に出てたりしてですね、まあ、これは筋肉がまた戻ってきたら目立たなくなるのかなとちょっと期待はしつつも、やっぱりちょっと出ちゃうんですよね。なんかこう痛みが感じられる時とかはやっぱり、ちょっとその収まりが悪いっていうのは、どうしてもあるんですよね。まあそこがちょっと引き続き気になるところなんですけど、1日単位で見るとなかなかやっぱり筋肉のつきいいですよね。左右差っていうのがもう縮まる気配が全くないんですけど、まあ、こんな感じで動き自体にこう目を向ければ1週間単位でこう間違いなく動きっていうのがこう良くなってきてますので、まあ一喜一憂せずにですね、まあ長いスパン1週間単位でまあそのどれくらい治ってるかっていうのをまあそこに目を向けていきたいなというふうに思います。はい、ということで以上。